3連敗だけは絶対に避けたい今日の試合は、中4日での登板になる戸郷選手と防御率7点台の山野選手の投げ合いになります。ジャイアンツは坂本選手がスタメンに復帰し、6番サード吉川選手が2番に打順を上げて、浅野選手は7番での起用になっています。ブルペンは赤星選手がベンチ外となり、8名体制になっています。このチャンネルはジャイアンツを応援するジャイアンツファンの方に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです。毎試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。さらにほぼ毎日、視聴者の皆様とジャイアンツについて語り合うジャイアンツ雑談ライブも行っています。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。1回表の戸郷選手は先頭の西川選手にヒットを打たれ出塁を許すと、続く2番の村上選手のセカンドゴロの間にランナーが2塁に進み、得点圏にランナーを背負います。ここで長岡選手をショートゴロ、サンタナ選手からは三振を奪い、無失点で立ち上がります。1回裏の攻撃は2アウトからモンテス選手がサードの横を抜くツーベースヒットを放ってチャンスを作りますが、先制点は奪えません。2回表の戸郷選手は今シーズン2本のホームランを打たれている山田選手から三振を奪うなど、テンポよく三者凡退で抑えます。2回裏の攻撃、ワンアウトから坂本選手がレフトオーバーのツーベースヒットを放ってチャンスを作ります。浅野選手のショートゴロでランナーが進み、門脇選手はフォアボールを選んでチャンスを広げますが、戸郷選手は見逃し三振に終わり、得点はできません。2イニング続けてチャンスを作りながら得点はできていませんが、打順を9番まで回せたことは良かったです。3回表の戸郷選手は相手の8番と9番から連続三振を奪うなど、この回もテンポよく三者凡退で抑えます。初回先頭の西川選手にヒットを打たれてからは打者9人連続でアウトを取ります。3回裏の攻撃、ワンアウトから吉川選手がライト前へのヒットで出塁すると、2アウトになりますが、岡本選手もセンター前へ鋭い打球のヒットを放ち、吉川選手が3塁へ進む間に岡本選手も2塁へ進んで2、3塁のチャンスを作ります。ここで大城選手がセンターへ抜けそうな打球を放ちますが、相手ショートの長岡選手の好プレーに阻まれ、3イニング連続で得点圏にランナーを進めていますが、先制点を奪えません。4回表の戸郷選手は相手の2番からの好打順で、先頭の村上選手のセンターライナーを丸選手がダイビングキャッチでアウトにする好プレーでワンアウトになります。続く長岡選手にはフルカウントからフォアボールを与え、3イニングぶりにランナーを出しますが、サンタナ選手からは三振を奪い、オスナ選手はサードゴロに打ち取って、この回も無失点で抑えます。4回裏の攻撃はこの試合初めて三者凡退に抑えられます。5回表の戸郷選手は先頭の山田選手に追い込んでからデッドボールを与えてしまい、続く松本選手に送りバントを決められて、得点圏にランナーを背負います。しかし8番の沢井選手から三振を奪い、9番の山野選手もショートゴロに打ち取って無失点で抑えます。中4日での登板になった戸郷選手ですが、ここまで5イニングを投げて85球、打たれたヒットは初回の1本のみ、6つの三振を奪う素晴らしい投球を続けます。5回裏の攻撃は2アウトから吉川選手がこの日マルチ安打となるヒットで出塁すると、モンテス選手もヒットでつないで1、3塁のチャンスを作ります。ここで岡本選手がライトスタンドへホームランを放ち、2アウトランナーなしという状況から3点を先制します。ここまでチャンスは作りながら、なかなか得点はできていませんでしたが、岡本選手が最高の結果で嫌な雰囲気を打破してくれました。6回表の戸郷選手は門脇選手と吉川選手の好プレーと村上選手からの三振で3つのアウトを奪い、6回まで無失点投球を続けます。6回裏は原選手が登板し、三者凡退に抑えられます。7回表も続投した戸郷選手はサンタナ、オスナ、山田という相手の主力3選手を、坂本選手の好プレーもあっていずれもサードゴロに打ち取り、ハイクオリティスタートを達成します。
さすがにこの回で戸郷選手は降板となり、7イニングを投げて103球、初回の先頭に打たれた1安打のみに抑え、7つの三振を奪って無失点と、中4日での登板で最高のピッチングをしてくれて、10勝目の権利を持って中継ぎに託します。7回裏は丸山翔太選手が登板し、ワンアウトから丸選手がヒットで出塁すると、吉川選手が送りバントを決めてチャンスを作りますが、追加点は奪えません。8回表はケラー選手が登板し、2つの三振を奪って三者凡退に抑えます。8回裏は木澤選手が登板し、2つの三振を奪われて三者凡退に終わります。9回表は大勢選手が登板し、しっかりと試合を締めてくれて、連敗ストップとなりました。最下位のヤクルト相手に3連敗は絶対にしてはいけなかったので、とりあえず今日勝てたことは良かったと思います。不安視されていた戸郷選手の中4日登板でしたが、7回無失点と最高の投球を見せてくれました。来週はマツダスタジアムで広島戦での登板になりますが、そこでも今日のような投球を期待したいです。打線も3得点しかできなかったことは残念ですが、8安打とヒットは出ていますし、坂本選手もスタメン復帰して大丈夫そうなので、ここからもう一段階打線全体の状態が上がってくれば連勝もしていけると思うので期待しておきましょう。明日は試合がなく、週末は東京ドームで横浜と2連戦、来週はマツダスタジアムでの広島3連戦からの7連戦と試合は続いていきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。